てと。それじゃあ始めようかな。本日のテーマはブラインドのアニメーションについてです。ブラインドのアニメーションは動画内で割と使用しています。左のような感じで表示する画像を切り替えたり、画面遷移で使用する場合もありますね。今回はシェーダーグラフを使用してブラインドのアニメーションを作成してみます。まずは右クリックのメニューから新規でシェーダーグラフを作成します。今回のサンプルではスプライトアンリットシェーダーグラフを選択しています。続いては作成したシェーダーグラフを右クリックしてマテリアルを作成します。作成したマテリアルはカットインの画像に設定しました。これでシェーダーグラフを適用する準備が整ったので、ここからはシェーダーエディターでシェーダーグラフを編集します。とりあえずは左のような感じでブラインドを適用するテクスチャーを配置しました。画面左上のプラスボタンからテクスチャープロパティを作成してサンプルテクスチャーノードに接続しています。これでテクスチャーは配置できたので、続いてはブラインドを作成します。まずは縞模様を作成する部分のノードですね。今回作成するブラインドは角度を設定できるようにしたいので、フロートプロパティを作成してローテートノードに接続しました。今回のサンプルでは乗算の値を6にしましたが、さらに細かく分割したい場合は乗算の値を変更することで対応できます。続いてはブラインドのアニメーションを実行する部分ですね。今回は 1- ノードを使用してグラデーションを反転させています。フロートプロパティを新たに作成してステップノードの色位置を操作できるようにしました。色位置を0から1に変更することでテクスチャーを非表示にできます。続いてはテクスチャーにブラインドを適用する部分ですね。乗算のノードを作成して最初に配置したテクスチャーの透明度と先ほど作成したステップノードを接続しました。これでブラインドを適用することができたので、フラグメントにテクスチャーの色と透明度を接続します。シェーダーグラフの編集が完了したらセーブアセットで保存します。シェーダーグラフはひとまず完成したので、続いてはドゥートゥインを使用してブラインドのアニメーションを作成してみます。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではカットインの画像を左に移動させて表示、ブラインドのアニメーションで非表示にします。以前の配信でシェーダーグラフのパラメータをスクリプトから操作しているので、同様の手順で今回はブラインドのパラメータを操作します。
最初にシェーダーグラフのパラメータを初期化しています。カットインの画像を非表示にするタイミングでブラインドのアニメーションを開始します。とりあえずはアニメーションの設定が完了したのでエディター上で動作を確認してみます。ブラインドのアニメーションが再生されましたね。インスペクターからブラインドの角度を設定できるので90度に設定するとこうなります。ブラインドの角度が変更されましたね。とりあえずはブラインドのアニメーションが動作することを確認できたので、続いては境界線が光るようにしてみます。ブラインドの色位置に境界線で表示する幅の数値を加算してデフォルトの出力から減算することで境界線を作成しています。今回の設定だとブラインドの値が0の時に境界線が表示されてしまうので最小値を変更することで対応しました。カラープロパティを作成して境界線の色を指定します。カラープロパティのモードをハイダイナミックレンジに変更することで境界線の明るさを設定できますね。加算のモードでテクスチャーに境界線を追加したらセーブアセットで保存して動作を確認してみます。ブラインドの境界線が光るようになりました。ということで、本日はシェーダーグラフを使用してブラインドのアニメーションを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。